はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤野テイストでお届けしている30分番組です。今日一緒一緒と、はい、まあ、今日はまたしても、はい、3週間ぶりに、フリートークが過ぎるフリートークということで、予定では次の3回は全部フリートークっていう。やばいな、やばいなそれ、まあいいや、でも次回はちょっとテーマ決めて、はい、やろうかな、うん、まあ、でも今回もあれいつだったっけ、6月の9日に、はい、前回、前々回のゲストだった、うん、原正則さんと、はい、原真希さん夫婦の、はい、ダンスの発表会にケイちゃんとね2人で見に行ったので、その話ちょっとだけだってしましょう、ね、しようかなと、はい、ね、どこだっけ、西宮にね、うん、いろんなダンススクールがね、なんかね、合同みたいな、合同でやってて、うん、でも M クルーが一番多いのかな、どんなことないのかな、なんか結構回数が ねやっぱまあそこを次感じで見てたからね、まあ、それもあるか、うん、私らの イメージとしてそういう感じなのか、なるほどなるほど、まあ、なんか私たちがいたのがもうちょっと3時過ぎてた3時ぐらいかな、ね、だったので、うん、まあちょっと同じ M クルーの中でもちょっと違う、ね、クラスというのか、うん、の人たち、はい、首かはちょっと見てないのかもしれないんですけど、うん、だいぶ見たよね、だいぶ見たね、うん、で、すごくなんかやっぱいいね、ああいうのってね、いやいいなと思いましたよ本当こういうね、なんか発揮できる場というか、あー、そうよね、みんなやっぱりそういう目標があって、うん、でなんかそのね、そのああいう舞台に立つっていうね、はい、いい経験ですよね、ね、子供たちね、でもちっちゃいのがいて、ちっちゃいのがいてとかって言った、めちゃくちゃちっちゃいの、そう、M クルーじゃないとこね、他のダンス、ね、スクールの子の中でもなんか一人いたね、めちゃくちゃちっちゃい、もうなんていうの、こう観客の目がね、せっかく上手に一緒に踊ってる大きい人たちがいるんだけど、もうそのちっちゃい子に目が釘付けになってしまう、その子しか見てへんかったかわいそうね、かわいいっていう、なんかもう本当になんかね、ダンスいいなと思いながら、うん、まあ、見ていたお話をまたメインでも、はい、やらさせていただこうと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。でその日ね、午前中私とケイちゃんがセッション、ケイ、うん、ちゃんの、あそっか、あそっか、そうです、そうケイちゃんのセッションを私が受けて、はい、でその後ケイちゃんが憧れの念願のいきなりステーキ、いきなりステーキにね、はい、行って肉食らって、うん、食らってでそっから西宮に移動して、うん、そうでしたね、うん、見せていただいて、やっぱり子供たちだけのねやつと、うん、あとまあちょっと後の方を2つポンポンとパパがお父さんね、原正則さんの方が、ね、うん、はい、もう出て、あの時にも話したけど、その自分がそういうオープンクラスかと、はい、いうことで、うん、その自分が踊るのがメインとなって、いろんななんかこう募集かなんかしてね、踊るって大人っぽい、だからケイちゃんがさ、それが曲がいいっつってたね、うん、ラッドウィンプスの曲を使ってたり、うんうん、あと何が好きやったかって、うん、ストーリーがあるの、なんか、うん、分かる分かる、ダンスに、なんかあーかっこいいね、うん、で終わらへんというか、そう、ね、うん、他のところはやっぱヒップホップ系のところが多くって、うん、でやっぱりその大勢で踊ってわーってなってるのもすごくかっこいいし、まあ、今流行りのね、うん、かっこいいんだけど、M クルーの場合は
まあ、それこそね、今度来てくれた時に言ったように、はい、ジャズダンス、うん、だからなんかこうそれ音楽もね、そういうその音楽の中にそれぞれなんかストーリーを持ってるから、うん、なんかそのストーリーをこうちゃんと踊りで表してるっていう、そうそう、ストーリーで表現されてて、なんかそしてちょっと憂いがありますよね。あ、なんか、そうそうそう、憂いがあんねん、それが好きやった。あ、なんか私全然曲知らなかったけど、うん、まあ、でも確かにそういうだから、私コメントに書いたけど、うんうん、あ、なんかその M クルーはジャズダンスっていう風に、はい、まあ、こだわってるというか、それになんかこう まあ、こだわってるかな、はい、っていうのがなんか分かった気が、私ダンスの種類が分からんから、ヒップホップじゃないのは分かるやん。うん、すごい好きでした、M クルーの皆さんのステージ、うんうん、面白かった、ね、でまた最後がね、うん、やられたよね。あのもう最後、一番プログラムの一番最後がやっぱ M クルーの、はい、あれ全員なのかな、うん、がワーッと、ね、舞台に来て出てきて、うん、で8時だよ全員集合。あ、だからネイルが8時だよ全員集合やったんやと、うん、初めて気づくっていう、はい、あれはね、本当みんなをこう最後に楽しませるって、うん、でもあの M クルーのきっと関係者の皆さんがあのサイリウム、あ、光るやつ、ね、光るやつね、私も持つとこと、私も欲しかったっていうそれ、ね、見てみんなで振って、ね、であの舞台からそう横まで来てくれるのかと思ったら、ね、舞台の前の方だけあのタタタタって降りてきてね、一緒になって踊る、みんなで踊る、そう踊りよかった踊ってよかったですよ、あそこで横おらんかったのにそう、さすがにそれはね、来年はね、来年はだから、そう来年はだからサイリウムを渡してくれてとりあえずすごいみんなで楽しい、ね、言ってくれればペンライト持ってったのにみたいな、え、何の V6 のってちょっとね、うん、思ったりもしましたけど、はい、まあ、なんかやっぱりダンスいいね、やっぱりああやってみんなで、であのね、うん、そういうそれこそさっき言ったその居場所が学校とか そのお家以外の居場所として、うん、そういうね、やっぱ仲間がいたり、はい、なんでそういうそれこそね、先生としてマキさんがいたり、そういう、ね、旦那さんがいたりとかすると、なんかこう気持ちがね、自分の居場所がいっぱいある方が、うん、きっとあの心の負担って減ると思うんですね、うんうんうん、学校でうまくいかへんかったって、うん、俺にはここがあるんやって思えるってめっちゃ心を強くすると思うんですよね、うんうん、それがしかも自分の力を楽しんで発揮できるダンス、うんうん、しかもその仲間、うん、で先生おもろいでしょ、ねえ、そう最高やん、ねえ、うん、だから楽しいだろうなって、ね、めっちゃいいなと思いました、ね、うん、あの息子さん、あのそのね、その、うん、各あのお父さんと一緒に息子さんもなったね、はい、横でかっこいいね、ダンスを中3やったっけ、なんか運動会だったんだってね、午前中ね、午前中運動会で全部やってダッシュできた、うん、だね、なんかおじいちゃんおばあちゃんに送っていただいて、はい、会場に来てね、ギリギリ間に合ったって言って、またそれマキさんが感動してフェイスブックにね、上げてらっしゃいましたけど、だから思わず書いちゃったもんね、え、ラッキー続いてるんじゃないですかみたいな、すごい、うん、あれはでもで、あのなんかやっぱり親子でそうやって同じものをまたそうやってねできるっていうのもすごくいいなと思ったし、なんかいいね、あれね、よかった、あ、よかった、子供たちが発揮する場で、あとなんか大人の方だけでダンスされてるチームがあった、うん、あったあった、すごい長い、うん、あったね、なんかあ、こうやって大人になってもですかね、うん、みんなで楽しんで発揮してっていう、うん、そのプロになってどうとかじゃなくて ね、自分の楽しみとして、うん、こういうのずっと言ってましたね、私、うん、何もないんですよ、趣味がって言って趣味が欲しい、私もなくなっちゃったかもしれない、何やったんですよ、岡田純一趣味やったんや、趣味やったんや、ああいうなんか熱中するものが欲しい、一回ね、あ、言っていい、うん、いい、どうぞ、あのね、二人で熱中仕掛けて、いや、あまり私も仕掛かってないけど実はね、ダンスといえば、ね、ベリーダンス、ね、ベリーダンスを2人で、あれ何年前、もう2年3年3年前かで、ね、もうちょっと仕事とかぶりすぎていけなくなっちゃったんですけど、うん、私はその前にもうやめましたでもすごい、あのじゃあね、私ね、ちょっとやる気がそがれたのが1回目の時にやっても痩せませんって言われたんだよね、そう、私全然聞いてない、なんか多分自分の都合の悪い話聞いてないからで確かにそれだと、あ、そうなんて思って見たら、うん、いろんな人のほら、まあ、ベリーダンスやってる方結構いるやん、うん、で見たらだってこの辺お肉ついてるもん、いや、その方がいい、そうなんです、その方が色っぽくていいらしいわ、でも私的にはさ、動くんだから細くなりたいなまあね、まあねっていう途中の目的もあったから、え、痩せないんだっていうのと、あとは
まあ言えばね、もう50もいくと思ったように動いてない自分にこう自分をこう感じさせられる時間帯なわけよ。え、私そう動いてるつもりなんだけどみたいなとか、なんかこうほらターンがこっち、ターンがこっち で鏡見てるから、もともと、そう、もともと右左あんまりよく分かんないのにもうそれが、あ逆、あ逆って、まあってなるから。じゃあれですね、この前パパあのが来てくれた時にできひんかったら眉間にしわ寄せるタイプ。私で次の週から行かない、で本当に次の週から行かないって確か4週行ったかな、うん、4週は来てたと思うけど、た今日やめとくわそうそう、今日やめとくわが増えて最終もやめる、私一人やんみたいな感じでね、そうそうそう、次なんかダンスやりたい、やるとしたら何やりたい、ダンス、ダンスも分かれへん、分かれへんのえ、なんでベリーダンスだったの、え、なんでベリーダンスだったの、似合うかなと思って、じゃあ別に似合わんかったあ、似合うかなだったの、似合うかなと思って、似合わんかった、うん、似合わんかったと思う、そうなの、うん、続けてたらそうでもなかったっ、そうですかね、うんうん、私フラダンスがやりたい、フラダンス、ちゃう、何やったっけ、あれフラメンコや、フラメンコ、フラメンコがしたい、でもその思う通りで動けへんかった、確かにね、眉間にシワなるじゃん、確かにな、で私ほらイメージとしてやっぱフラメンコとかってあのタンタンタンってこう足をこうカカカカカってやるっていうイメージだけど、きっとそれを最初から習わせてくれないじゃん、教えてくんないじゃん、でその途中でもう嫌なんだよね、カカカがないから、そうでカカカも思うようにステップ踏めない自分いけそうな気がする、そう本当、あれはだってベリーダンスはなんかこうほらなんていう、ゆるい、あ、ゆるくはないけど、どんなんやったっけ、わかるわかる、体幹みたいな感じでしたよね、うん、そうそう、あ、多分続けてたら、あ、中は整ったんちゃいます、インナーマッスル的な、うんうんうん、あ、それはあるのかもね、うん、でもそこまで続かなかったね、土曜日だった、せやねん、土曜日やねん、土曜日だった、ね、ダンスはですどうやろうな、もういい、でもあの腹夫妻に教えてほしい、でも教えてくれるのかな、分かれ、もう自分もええわ、嫁さんめんどくさいわ、そう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 、もっと近くにあるでしょって言われるから、そうですね、フラダンス、フラダンスちゃうちゃう、フラダンスばっかり言ってる、あのだっけ、フラメンコ、フラメンコ、なぜ踊りたいか聞いて、なんで、すいませんね、興味持たなくてすいませんね、あの岡田准一の東京タワーで、はい、岡田准一は黒木瞳やったけど、はいはい、あの松潤が出てて、松潤の相手が、あの人ね、歌舞伎の娘さんですね。あ、違うかった、名前忘れたわ、あ、名前忘れた、私名前忘れた、あの人が35の女の、うんうん、おも気持ちなんかわからないっつって、うん、シャカッ、ものすごい踊るシーンがあるのよ、うんうん、めっちゃかっこいいのよ、それが、それフラメンコ、フラメンコを、うんうん、習ったばっかりでそんな舞台一人で踊らんやろと思ったけど、うん、でもめちゃめちゃかっこいいのね、そのなんかもう35なんてとうの昔過ぎてっけどでもなんかあ、いい、なんかそれいいなって、なんかやっぱ情熱、情熱っぽいですよね、まあね、でもあそこまで教えてくれるまで持つかなっていう確かにそこに行くまで持つかな、そう、持つかな、で東京タワーがきっかけです、そうです、東京タワーがきっかけです、そういうのがあったらいいかもな、でもそんな たかだかそんなもんよきっと多分持たないです、ね、持たないよね、ちょっとでも太極拳はした、なんで、え、あれ絶対あれよ、インナーマッスルだと思うよ、めっちゃゆっくりの、そう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 、ゆっくりだから、でその言えば私みたいに右左分かんなくてもあんだけゆっくりだったらどっちかって分かるやんそういう問題、そうそういう問題、やはりゆっくり動く方が難しい、そうだね、あ、難しいっていうかきついんだと思うよ、うん、ね、うん、だけどきつさはあんま、なんかほら我慢強いじゃん、どうかな、どうもできないか、うん、できひん、でも動く、うん、ダンスみたいに瞬時に動く必要ないや、確かに、でおじいちゃんおばあちゃんもやってるや、あ、そうか、うん、まだできるんじゃね、まだ若い方じゃね、一緒にやるのおじいちゃんおばあちゃんですけど大丈夫ですか、優越感なんだマジそっち、私若いしみたいな、私あんまりああいうとこ行っても友達作ろうとしないから、私も確かにそうですね、そう、なんか別に太極拳か、太極拳はしたいと思って、ちょっと趣味ありますやん、うん、やったらね、ただずっと言ってるやりたいってじゃやらへんタイプやな、私あれですよ、何、分かった、何、ダンスちゃうけど、うん、この最近ね、私体力を、うん、あ、そうやそうや、去年ね、うん、体力をつけたくて、うん、ジム24時間オープンのジムに通ってたんですけど、
体力がなくて通えないっていういや体力つけるために通ってたんでしょ。体力つけるために通ってたんやけど体力がなくて通えないっていう、もうどうしたらいいか分からへんこのループにハマってしまったんですよ。で、まあ、結果やめますわね、うん、やめますわね。でもうさらにめっちゃカメラマン笑ってるだってほんまやね、ね、あのね、大川さん残ってくれてるんですけど、まあ、今お腹抱えて笑ってるからよ、これ声出していいんですよ別にほんまやね、ほんまに体力が通いたいねんけど行く分体力がないわけで、行った後に何をさせんの私にっていう状態ですから、24時間ずっと空いてますからって言われても、いやいやいや体力ないからいつ空いてても行かれへんねっていうことになってやめたんです。ちょっとカメラマンの声漏れたよやめちゃったんですよね。じゃあますます体力が低下していく、めっちゃ泣いてる体力がね低下していく、でもお仕事はありがたいことに増えていく、もう体がついていかないほんまに落ちてきたみたいな、そうそう状態になってほんでね、体力をつけたいって言って、体力のために何をするかっていうことを日々ツイッターに上げてるわけですよ今日は断食あら、私最近見てないな、じゃあ毎日体力のためのツイッター上げてたほんでこれはで書いたの、そのジムに体力がなくて行きませんからやめましたって書いたらあのゲスト来てくれた田中かっちゃんが、ああかちゃんがキックボクシングせえ無理やろそんな、でも私向いてるかもしれへんと思う。だって体力いるやん鼻から。いやいけると思う。で、でそので教えてくれたなんか大阪で今流行りの自慢で頭かしげてるよ。なんでだっていけるかもしれないに根拠ないもんね違うの。ほんで、で私戦うの好きじゃないじゃないですか。おうそうやね。でもそのキックボクシングはキックするだけっぽい、なんか戦うんじゃなくて試合、かっちゃんは試合で出たじゃないですか。でもその素振り、キックの素振りみたいなので体力をつけていくっぽいから、なんかシュッとしたイメージじゃないですか。嘘だからちょっとキックボクシングで、でさ教えてくれる人が K-1 のなんか選手がなんかマンツーマンで教えてくれるんですよ。なんか楽しそうじゃないですか。すごいな。でしょ、行く？でうち近所にあるんだよキックボクシング。でそれちょっとキックボクシングやったらなんかこう蹴ったりするでしょ、あのなんかこういうやつ、サンドバッグみたいなやつ。そうそうそう、ストレス挟むの。え、でもさ、それでだってもともと体力ないのに3発ぐらい来てって疲れるって思っちゃうの。いや体幹なりそう、蹴ることとか。私小学校の時とかめっちゃ喧嘩強かったんですよ。なんかそういうのが、戻ってくるんちゃうかなって感覚的にそうそうそう、めっちゃ強なってまうんちゃうかな。じゃあキックボクシングじゃなくてキック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 のみみたいな。キックのみ、あ、キックボクシングってうん、これあるよ。だからボクシングやん、キックボクシングやん。蹴るだけと思ってた。なるほどですね。え、だからかっちゃんが言ってんのはキックボクシングでしょ。うん、だからそっか、蹴るだけじゃないと思うよ。じゃあこれじゃ素振りでしょ。足素振りは好きやから大丈夫です。なんか叩くんでしょ。大丈夫。はい、スタジオ内で、はい、アンケート無理だと思う人いけると思うけどな、マジ？ちょっと私の中の候補にキックボクシング。楽しみ。いけんちゃう、ね。いけんちゃう。またじゃあ写真出そうな。そのうち試合出るわとか言ってた。この間のね、かちゃん出てたもんね。見た。そうそうそう、あれも最後ヘロヘロだったのも見たけど、すごいなと思った。でもあんだけ戦えるって、ね、ものすごいきついんだもんね。あれ2分間を2ラウンドか。ね。めっちゃきつい。なんか減量もしてたから、ダイエットも完全になるでしょ。そう。ほんで。試合出てそうやな、大丈夫かなすっげー戦って、まあ、確かに試合出たら、出るんだったらそれも あの体重みたいなのがね、意外に燃えたりして、どうしよう。楽しみ楽しみ。じゃあ体力もつくでしょ、痩せるでしょ。いやだからそれは体力をつけてからじゃないと難しい。やりながらつくんですけど、こんなジムもやりながらついたんじゃねでもほんま行かない。ほらうーうなずいてる。ほんま行かないか。
今日こそ行こうって思うけど行く体力がない。あ、じゃあそれだったら分かる。だからやれなかったわ。ほんならキックボクシングだったら、うん、そのほらキックすることに快感を覚え、それのドーパミン中毒だから、そうそう、ね、そう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 、それで、あ、いや、もう今日もキックしたいっていう、今日もキックした、行ってキックみたいな。そうで、あと K-1 の人と喋れるとかなんか面白そう。好きだからね、そういうのね。そう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 、うん、あ、だったら続くかもね。でしょ、うんうん、だジム行っても何も楽しみありません。自分との戦いだからね。そう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 、あ、そっかね、聞く、それだったら誰かもいるしね、うん、その造形の人がいるのか、うん、すごい満点。ごめんごめん、それって大阪なの？大阪にできたじゃん。あ、そうなの？教えてもらったの。あ、ほんと？そう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 、でそこが熱いよ。それママラブで取材に行きましょう。あ、ケイちゃんがやってるとこだよ。うん、ケイちゃんがやってるとこだ。何が？あ、やってるとこね。うん、うん、その気や。いや、私って言うんかと思ったら、うんってうなずかれてしまった。やってみたい、一回やってみたい。あ、面白くないですか？まあ、面白いと思うけど、今の蹴りめっちゃええやんとか言われたら、多分ドーパミンがバーン出て、また調子乗っちゃって調子乗りまくりでだよね、うん、あ、それは分かる。ジムは調子の乗りようがないから。そらね、一人でやるから、一人でやるからね。まあでも それだったら分かる。その体力がなくてじゃなく、やっぱ面白くなくてやろ。あ、そうか。でもほんま行く体力なかったから。体力つけたいけど、体力なかったらジム通われへんかった。私どうしたらいいんかなと思って、やめるしかないんですけどね。だからやめたんですけど。まあね、あの何ヶ月後かにそうやってまた言って、うん、いや、キックボクシング体力つけようと思ってたけど、やっぱ体力つかんかったって言ってるような気もするけど。でもね、楽しそう。調子に乗れる気がする。ああ、それは相手によるな。ね、うん、上手に乗せてくれる人だったらいいね。乗せてくれる人だったらいいですね。うん、まあ、どうだろう。ちょ、でも一回一緒に行ってください。人見知りやから。なんだな、それ保護者みたいな感じ。10回行ってくれると、うん、まあ、いや、見に行こうか、うん、え、どこにあるんだろう。大阪の、うん、ええー、とこでしたわ。あ、小さい橋らへん。ああ、そうなの、うんうんうん、ビルの名前が田中ビルやって。ビルの中にあるの。そうそうそう、で、かっちゃんが田中さんですから、なんか田中つながりやなと思って、ちょっと面白かった。なんか覚えてる。まあ、じゃあもしかしたらママラ風でキックボクシング、ね、行ってるかもしれませんよね、取材でも、取材、まあ、記者がやりだしたら、ね、一応取材はお願いして、あの、ご報告はね、はい、皆さんにしたら、もっと気になるってる人いるかもしれない。お前、じゃあ一緒に行きましょうか。あ、私そうだ、フェイスブックでブンさんやってるんじゃないかな、キックボクシング。うん、あ、あれキックボクシング、うん、確か確か、めっちゃかっこいいですよ。そうそうそう、いや、あんなんなりたい。やだ、目標もできたね。あ、本当や、うん、確かキックボクシングだったと思う、はいはい、ただのボクシングじゃなかったと。めっちゃ蹴って張りました。だよね。そう、あれ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 。やべえ、その気にさせちゃった。来た来た。うん、そうそう。だからやってる人多い、多いっていうか、まあいるはいる。体力つくかもね。ついに趣味も。うん、ついに。かっこいいね。趣味なんですか？キックボクシングです。ユーシュミレーションだけはバッチリ。そうした。めっちゃいいやんこれ。どうしよう。いいよね。うんうん、いいかも。ほんでね、またそういうのをわって広がったらさ、そのオーナーさんも喜ぶ。ねえ、いやなんだそれ、なんだそれ。から思いついたのかな、ちょっと分かんないけど。やばいですね。やばいですね。はい、またあのね、はい、カラーのコーナーは、え、ちょちょ、エンディングはカラーのお話を計算にしていただきます。はい、この望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんどんパフパフパフ。はい、で、何喋ろうかなと思って、なんかもう今日一なんか受けた気のするスポーツクラブの色について喋ろうかな。おう、どうぞ。まあ確かにね、通ってたところが紫をメインにされてるジムやったんですよ。すごい全国展開されていて、スタッフの人とかすごい人たちでしたよ、うんうん、通えないのはみんなのせいじゃなくて私の体力がないせいですからね。悪口ではありませんよ。で、紫色なの、不思議でしょ。不思議だね。スポーツやのに紫で、うんうん、だいたい赤と赤系でしょ、ね、赤と黒でなんか強いとか筋肉つけようみたいなのとか感覚なのに紫なんやと思って、うん、で壁もやっぱ紫なんですよ。
で明るめの紫の前で、あのランニングあるじゃん、ランニングマシン走ってると、あ、ちょっと暗い、すごい暗い、もう紫みたいな灰色の壁みたいなところに向かって走ってるとめっちゃ疲れるんですよ。お重いの。でもうここ嫌やわと思って来て、で外が見える窓のところに移動して走り出すと軽いの。まあ、それだけ色での自分の体力とか運動能力の発揮具合も変わる、影響を受けてるのね、すごい閉鎖になるんですよね。こう紫でもすごいこう明るい軽いライトの感じの紫のところをやったらいけるの、大丈夫なんですよ。まあ、すごいなと思って、であのマシンの色とかも大概黒いじゃないですか、で、まあ、皆さんは重いものを持ちたくて行ってるでしょ、ああいうと筋力をつけたくて、あれが白やったら軽く思えちゃうんですね。黒は重く感じるし、白は軽く感じるでしょ、なのでジムとかやったらまあ黒いですよね、だって重いもんを持ち上げてる俺かっけえみたいな感じだから黒がぴったりと思うんですけど、まあ、逆にその運送会社とかの段ボールとかは黒やったら同じ重さでも重く感じる、だから白い段ボールとか薄い色の方が軽く感じるっていう色の効果があるんですね。だから色の違いでそれだけ身体的にも能力の発揮具合が変わるっていう、なんかいい話が今日はできたなって思って、まあ、最近はね、はい、前準備なく、はい、現場力発揮をしているので、そうだからジムでもいろんな自分のユニフォームとかでもやっぱり変わってくるだろうし、あ、そうか、ここで、はい、視界で入ってくる色がね、健さんいつも大切だって言ってるじゃん。そう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 、なんかどの壁の前で運動するかっていうのも変わってくると思います。前ほらセミナールームのなんか話でさ、なんかうわ嫌やなここと思ってパッて見たらなんかほら壁がなんかピンクかなんかで、あ、こっち向きだったら大丈夫だ、キャリコンの ねそうキャリコンの方がっていうのもあったもんね、行き詰まった時は、なんかそういうことなんだね。ってことはやっぱりいつも言ってるね、家の壁の色とかもパパは気にした方が、ね、大事ですね、大事ということですね、はい、まとまりました、まとまりました、はい、はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報載ってます。でこれまでにね、出演していただいた方のアーカイブもご覧にいただける URL も貼ってますので、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。ではまた来週お目にかかります。さよなら。